語る女装家です。今回のニュースはこちら「シオン氏山本孝之としてステルス復帰報道に声明発表極めて不正確私の名誉を不当に毀損」オリコンニュースより今年4月に一部週刊誌で性加害疑惑が報じられた映画監督のシオン氏60歳が12月公開の映画「もしかしてヒューヒュー」の脚本でステルス復帰すると新たに伝えられたことを受け 9日までに自身のの作プロダクションのサイトをを通じて声明を発表したということで、まあ、これ詳しく読んでもらいたいところですが、まあ、この性加害疑惑が出る以前にも取っていたものだと、えー、でもって性加害疑惑に関しては疑惑に過ぎなくて今係争中であると、えー、そしてえ名前がですね別名義でやってるのはそのその資本のままだとその資本職が すごい強くなってしまうと、えー、一人で作ってててるるものではないいからあえて書いてるとでこれに関してヤフコメはまあ大バッシングであるとこの発言をしたことで火に油状態なんじゃないかという感じになっているわけですね。で私としてはですね、まあ、そのシオンさんは主演女優と付き合ったりとか結婚したりとか、まあ、そういうような実績というんでしょうかね悪く言うとよく言うとある方なのでそれはあの付き合ったりとか結婚は別に。 ななる問題もないと思うんですけどそのお互いがね納得したことだとだ思うんででもそういうところまでいかないで、まあ、つまりある程度強引にくどいたりした結果性的に嫌な思いをしたという人がいる可能性はまあそれなりにあるといえばあると疑惑の決着がついてないんだから決着がつくまではそ表舞台に立たない方がいいんじゃないかというのがまあ平均的な見方なんですかね。いや私はちょっとうーん 別に活動してもいいいんじゃないかと思うタイプなわけですが。というのもさっきも言った通おり、まあ、可能性は結構あるんですけど全くない場合でも誰かが私は被害者ですって訴えたらその決着が完璧に裁判とかでつくまで活動をしちゃいけないっていう話になりかねないのでそれは大問題だなと思うわけです。もちろん被害を受けたという人がいるんだったらその人は救済されるべきだとは思うんですけど、まあ、その辺のことは一旦置いといたとして この助成金をもらうために今年中に一度上映する必要があるとかそしてその資本職がつくことを避けるためにその名前を変えたとか、まあ、その辺はなんか言い訳っぽい感じというかなんだかんだまだまだ表舞台に立ちたい欲みたいなものは感じますね。ということでこのニュースを見た方はどう感じたでしょうかチャンネル登録お願いしますまた次の動画で会いましょう。う